おはようございます。純です。タイです。カートナビその、ナンバーワンシェアのテクノクラフトさんから AI キャディという、次世代ゴルフナビウォッチアプリがリリースされました。プレイ前の設定のやり方について説明していきたいと思います。はい、ログインが終わりましたら最初に所持クラブの設定を行います。この所持クラブ設定のボタンを押してください。じゃん。そうするとこういう風に出てくるんですけど、たえちゃんじゃあちょっと登録してみてください。はい、ウッドから入ってるんですけど、うん、1番と3番と5番とが入ってます、うん、でここで自分が持ってるクラブを、うん、選択できます。で自分が持っている平均飛距離を入れていきます、うんうん、結構たくさんあるよね。ちょっと UTT も入れてありますね。これ自分でねここを変える、そうです。150だったら150とかできるんで、6番やんから、うんうんうん、距離も入れてあります。こっちも細かく選んでありますね。いっぱいあるね。はい、パターとか1もあるから、あ、こんな感じです、うん、こんな感じで自分の持っている比べと自分の思う飛距離をそれぞれ入れていってください。で最後は確定をします。はい、これで登録完了しました。クラブ設定が終わったら次はゴルフ場の検索を行ってください。この一番上のゴルフ場検索を押します。そうすると、まあ、近くのゴルフ場で検索される場合もあるんですけど、たえちゃんちょっとここのゴルフ場を検索してみてください。はい、検索、あ、出てきました。ゴルフ場を見つけたらこういう風に画面が出てくるので、アップルウォッチで送信というボタンを押してください。はい、押します。はい、今アップルウォッチにもデータ受信中ですと出てます。そしたらアプローチの山田ゴルフクラブの情報が出てきました。じゃあちょっとタイちゃんのアプローチを見ながら、はい、ちょっと説明をしていきたいと思います。このスマートウォッチなのでコースのレイアウトがすごい綺麗に映っています。このピンク黄色青が150、200、250ヤードのところにこうやって線が入っているので200ヤードぐらいにバンカーがちょうどあるので、うん、タイちゃんはそこのバンカーが、ね、私の飛距離のあたりにそうですあるんで避けなきゃいけない。そうですね、私はもうバンカー狙いでって感じですかね、うん、ギリギリ入るか入らないかみたいな。じゃあタイちゃんクラブを選択してください。はい、はい、10番を押して、ここでこちらの画面の見方を説明していきます。画面の下の部分におすすめのクラブが表示されます。画面の左の白い数値は表示クラブを使用した場合のご自身の平均飛距離です。中央にあるのは高低差の数値です。画面右の黄色の数値は高低差を含んだ飛距離予測値です。黄色の数値でショットした場合の着地点からグリーンまでの残りの距離が表示されます。おすすめ1番と押します。で青色になったんでこれで打ちます。はい、で今ティーショット打った地点が登録されたんで今5ヤードになってます。さあタエちゃん何ヤード飛んだか、チェック、チェック、247ヤードです。ティーグラウンドからここまで247ヤード来ました。すごい、めっちゃ飛んだね。飛びましたね。ここ点を押して登録して、登録して次のクラブ、センターまで130ヤードで、うん、9番アイアンがおすすめされてます。どうですか、うん、おすすめです。おすすめできますか。9番で行こう。ちょっと上げちゃった、アゲンスト吹いちゃったんで手前だったんですけど、ナイスショットです。さらにねすごい機能がついていて、うん、TC スキャンっていう機能があるんですけど、はい、十字になっているところが、うん、ここが着弾点、着弾点で、
赤のラインがこういう縦のラインの高低差、このまままっすぐ見た時の高低差で、うんうんうん、横の緑色の線が着弾点のとこから、こういう風に切ったアンジュレーションになってるんですね、うん、なのでこれだと左側が下がってて右側が上がってる、高いですね、そうだから右側が高くて左が下がってる、うん、そのままだ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、プレイ終了なるとこういう風にプレイ終了画面で出てくるので、このプレイ終了を押して登録、今までのラウンドの結果を登録する、確認。はい、登録できました。ラウンドが終わったので、まず iPhone の方にこの Apple Watch のデータを移行する作業をしていきたいと思います。じゃあこのデータ同期かな、これを押します。はい、じゃあアプローチと同期を押してみます。あ、できた、できました。ラウンドの結果を、見ていきたいと思います。はい、まず最初にトップカーからプレイ履歴を押すと、クラブ別飛距離データっていうのが出てきます。あ、クラブごとの平均飛距離、タヤちゃんの一番ウッドドライバーは平均飛距離233ヤード8ショットです。はい、どうですか、ぴったりです。ぴったり230だと思ってるんで。あ、正確ですね。ぴったりでした。グラフを押すと直近の平均飛距離と年間飛距離と総合的にどうなのかっていうのがグラフで見ることができます。で、このリセットってボタンがあるんですけど、これを押すと全部の記録が消えちゃうので、まあ、クラブを買い替えた 時とかにリセットをして今までの記録を消してください。なので普段使ってる時は気をつけてください。次はラウンド中の履歴、はい、プレイ履歴から、このプレイ履歴一覧というのがあるんですけど、これを見ますと、この一番上にあるのが今日の山田ゴルフクラブのラウンドになります。これを押します。そうするとこういうふうに1ホールから全部出てきます。こんなふうに9ホールまでで、これ数字が何個も書いてあるんですけど、真ん中の黒い文字、距離が実際に飛んだ距離で、この右側の青い数字は真っ平らで20度の時の標準の気候の時に飛ぶであろう飛距離になってます。たえちゃんは今日221ヤードだったけど、真っ平らだったら232ヤード飛んでたらしいです。で、この飛んでたであろうこの青い数字で平均の飛距離っていうのを出してるそうです。すごいね、高低差も一応その気圧とかも書いてあって、標高が高いところに行くと飛ぶので、その時には飛距離自体は伸びるけど、この青い平均値は下がるってことですよね。なので常に平均値を取ったデータがこのアプリでは出せるってことですね、っていうのがここで分かります。なんかあんまりね、どこ行ってとか気にしないけど、あ、今日飛んでる、今日飛ばないとかあるけど、そういうのをこれをつけてればその時に教えてくれるし、打つ時のヤーテージもそういう風になってるそうです。すごくない？気づかないもんね、なんで飛んでんだろうとか、なんで飛ばないんだろうとか、天候のせいかもしれないですね、うん、すごい、すごい AI ですね、すごい AI すごい機能、本当に今回は AI キャディの設定方法から、プレイ後の振り返りまでの手順を解説させていただきました。こちらの AI キャディを使いこなして素敵なゴルフライフをお楽しみください。
もしわからないことがありましたら、アプリのマイページからヘルプというところがあるので、そこに詳細がございますのでご確認ください。以上です。